イオリンは毎年クリスマスツリー立てる？あのね、イオリンってさ、こんなにクリスマス大好きじゃん？立てないの！ツリー、めんどくさいから。お店のツリーを見て満足してる。ひどいやつでしょ。あんだけさ、クリスマス好きーって言ってるのにさ。立てません。なってしまうのめんどくさいもん。ひどい話だよ。ただ、みんなわかると思うけど、イオリンの部屋はね、そのクリスマスツリーを立てるためにまず片付けをするんですよ。まずね。まずクリスマスツリーのためのお片付けが一回入んないといけなくて、ミニマリスト、いや全然逆。ミニマリストと真逆の人間、私。クリスマス好きー。